彼女こそそれぐらいそうですよ。その、要はカルト球団からね、まあこっち実際の話、実際の話、政治資金規制法改正の話やってくれ言われたから、その10万円にこだわったっていうのはね、まあ10万円ってを5万円にするっていうことは、パーティー券は2枚までしか買えないんですよ。今の値段だと。まあ、そのうちなんか1万5千円です。3枚の方が4万5千円でいけるたいな。基本2万円なんで1枚。そうすると、3枚買うと6万円になっちゃうから、まあ2枚までしか買えない。今までは、 えーと要は統一教会のお金パーティー券、まあ、要は10万円以内のがかなりあってそれを出したくないっていうのが、うんえー、もう10万円にこだわった一つの理由だってこれは結構僕く複数のメディア関係者から聞いて,、うん、聞いてきたんだけど、うん、まあその。うん エビデンスがね、どこにあるわけでもないけど、多分そうなんですよ。まあ、それ以外にも企業ね、いろんな出したくない人たちいっぱい、まあ、常在だったら出せって話なんだけど、うん、そこにこだわったっていうぐらい、やっぱり、その、まあ、宗教とかね、宗教団体とかそういう組織と結構、まあ、自民党ズブズブなんで、うんえー、で、そういう、まあ、今言ったね、人たちも、まあ、特に安倍派とかはそこがあったので、えー、まあ、それを、こう、 結果的に潰した岸田さんはないだろうし、うんえー。で、そこで勝手に生き残った萩生田さんは。やっぱりみんなから見て、普通。なんていうの、親分、親分になりたかったら、ううん、もう自分がこうかぶってやらないと。そん,そんな誰が押すんですかって話じゃないですかね、うん。いや、本当そう思います。あの、やっぱり。あの、上司にごますって上ってきた人って。 最後の一段登れないんですなるほど私が見てきた感じいい表現だね下がいないんで登れない登りきれないんですよねだって組織ってやっぱり下から支えられないとあの持たないんで彼はあの上だけ見て目上の人にだけごますって生きてきたわけですよなので 自分の古文も見えてなければ国民の声も聞こえていないタイプなんですで、安倍さんのね二番手になろうとしてるのに安倍派の安倍さんを支持してる人たちがやってほしくないことばかりをやってる <laughs> 全くそうだ、ね。うん、ということはあの一番裏切ってるのは彼だね。 次が福井のあの稲田さんね稲田さんね彼女なんかもう何もなかったけど萩生田さんだから小ずるいわそう考えると全くそうだよ稲田智美さんは別にそれで自分を利するためにどうこうっていうのは見えてこないからさそもそも信念も何もなさそうだしまあまあ LGBT で許せないです私は。 もともとでもあの LGBT の政治人に関してはあの人は信念があったんですよなるほど <laughs> あ,れあれですよこれ前チラッと言ったかもしれないですけれども番組であの、えー、私の知人がそのレなの,の新宿のホストの売掛金問題で叩かれて、うん、野党があのほら塩,塩村、うん、あ香子だかあれでって言うんでちょっとこれはってね周りからアドバイスもらってやっぱりここはちょっと政権与党にパイプ作った方がいいって言われてその人物が。 あのだから稲田さんとあれなんで稲田さんのパーティー券買って連れてってあげるよって言って、まあ、買って行って紹介されてこういうことですたら「えその今のホストの問題ですねホストの売りかけの傷そんな美味しいこと野党には任せてられないわ」って言われたっていうんですからねポロッと言ったって言うんですよ <laughs> だから全てを全部そうやってだから LGBT 法だって結局そこでもう何らか一丁がみしてですな、まあ、公金中中なりですな自分の、まあ、方にお金が入るようやってるってこれ以下さ。 俺はねあ,あの時、うん、と稲田さんが厳等者まで来て、はい、で俺ちょっといろいろ稲田さんに言ったんだけどうんうんと結構ね LGBT に関しては信念があったよ別になんか利権とかそういうことはあ<ー>まあ LGBT の政治人を通したって。 別に利権にまああるかな今後弱者ビジネスにつながってくまあ弱者ビジネスは横行してるねうんまあまあいいんですけどね,、まあ、ねまあまあまあ俺もいい別に稲田さんはどうでもいい確かに論,論評するほどの相手でもないですよねあとはさ2人が親しいさ野田聖子だよ野田聖子がさ頑張ったらいいんだよたださいいじゃん元ヤクザだっていやヤクザじゃ。<laughs> 褒め殺ししてる <laughs> <や>役者じゃないって言ってるけども <laughs>、うん、んとそれ違うでも裁判の判決が出ちゃったんだから、うん、で,でもさいいじゃないか元なんだから足洗もう更生してたんですでとしてもねあったとしても足洗ってんだからだ私だって刑務所まで行ってきましたから<笑><笑>お疲れ様です <laughs> お疲れ様でしたいだから野田聖子があれをしょっちゃってるからうん、うん きついけど野田聖子はでも新年でまた出てくると思うんですね。うんうん、なんだから彼女はやっぱり国家観も歴史観もあるかと、ね。ありますからね。 あのリベラルみたいに見られるけどそういう意味ではちゃんとしてるしね僕らあんまりかない、うん、個人的には全然もう,う。方向性としては、ね、例えば安倍さんと対比しちゃうとやっぱり保守のリベラル系に見られる野田聖子先生だけどやっぱりその、まあ、彼女は本当に信念で弱者に寄り添うっていうお子さんのこともあるし、うん、あるんだけれども。うんうんうん やっぱり、ね、どちらもお金のために政治家やってる私利私欲のためにやってるんじゃないっていう点ではね安倍さんと野田聖子さんはねどちらもね,ねあの考え方の方向は違うけど国士なのよどちらもやっぱり私利私欲じゃないっていうでもねリベラルとかっていうけどねあと野田聖子は郵政民営化の時に反対して自民党を辞めたんだ、ねまあ、それをあの時官房長官副官房長官の官房長官かな の安倍さんが、はい、うよ同じエコを追いかけてって国会あの議場からあの国会から退席するのを説得したんだから、はい、同期ですかね、うん、そう同期で説得してるんだからだからうんと安倍さんの方がリベラルで <laughs> <laughs> そうでしょ 賛成してくれと、郵政民営化にって言って、あなた、あの自民党辞めるなと。言って、いや、私は辞めますっていう野田聖子は、郵政民営化反対です。っていう報酬なんだよ。まあ、かっこいいですね。ねかっこいいです、まあ。骨がありますよ、ね。よ骨はあるよ。あの時ね。う,うん、覚えてない。いや、<う>あの時も今もあるんだよ。あるんだけど。怒り線、ね、結婚の問題がね。っていうのがあるんだよな。 したらもっとといい思うんだけどな骨がありすぎてよく孫徳さんとね喧嘩してるもんね2年ぐらい絶好してた時もあったじゃんね孫徳さん見えかん時に戻ったからね信念当せっていやあの2人の二人はね面白いよ別々に会うじゃないそうすると結構あそこがねもう気に入らないけどってお互いに言いながらでも愛情たっぷりなのよ まあまあいいね、<laughs> えっとであとは俺ね小渕優子がね、うん、あんなドリル優子って言われたぐらいで泣かないでカッカッカッて笑い飛ばして何ドリルって,ってやっぱりでもな結局器がないんじゃないですかねかなんかいろんな見てる戦隊のあれ見ててもそうだしやっぱりもうお嬢さんの影響全然出てないように感じるよね。はい 結局、だから、その、僕はいつもね、ここで言うけれども、結局、講演会の利権なんで、その、世襲っていうのは、ほぼほぼ、うん。ああ、そうかね。うん。で、あの時は、小渕ね、慶三さんが、まあ、急遽亡くなって、まあ、講演会が何とかして出さなきゃいけないって言って、彼女を押し上げてきて、全部秘書がやってるもんだから、本当に自分は何も知らないで、まあ、 ね、ああいいう問題もでもそれじゃダメじゃゃない、うん、ちゃんと勉強して自分が何をすべきかっていうことができてないし今ね党の四役とか言われて、はい、その戦隊とか結局岡崎って何もできてないしでしかもその補選に関してだって、ね、今回参拝してどん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 負けてて戦隊も幹事長もこんな責任取らない組織なんてびっくりするわまあそう言うだよ。<laughs> あのおぶちーくはおぶちーくでやってんだよでもまあ仕組みがあるんだよ。 でただ俺が残念だったのは茂木派ね、まあまあ、竹下派だよ、はいはい、まあ形成会だのをやめたわけじゃないここは芯があったんだよやめたのはだけどなんか言えよと何にも言わないわけだからさとにかく茂木さんが嫌いいみたいですよ <laughs> だ,だったら批判すればいいんだよそ<う>だからそこら,そこら辺がねすごくいいところに育ったお嬢さんなんでですよ、うん、それで野心がないんですよ だから、うん、とまあ安倍さんは実は第二次政権の時に俺に言ってたことがある女性の総理大臣を作りたい、うんうん、それの自分が考えている一番の候補は小、うん、渕優子だって言ってた、うんですよだけどそれもちょっと,、うん、と今の小渕優子を見ると全然やる気がないよまず自分が。 森さんもか愛がってたし青木幹京さんがずっやった森喜朗さんもそうなんだそう青木そうだからもっと言うと富山の運送会社の渡貫さん渡貫さんなんてもう猫かわいがらいいですよだから長老たちにものすごい可愛がられる だ,だけど野心がないから、うん、まあそれはしょうがないだから女性で自分がどうしてもなりたいっていう野心があるのは高市早苗とそ,、ね、それから野田聖子、はいはい、そうですねってどっち取るって俺言われたらもう100対0で野田聖子僕もそうで,であれがやたらあれでしょう、えー、っとまあそれは勝手だからいいけども俺門田隆将さんの書くものは大好きだし。うん それからだけど二人で講演会をずっと暗躍してやってるでしょ。<ー>高市さんないと加藤と倫子さん。えー、なんで加藤さんそんなに高市さんに入れ上げるのか、うん、どうなんか。いや金比類さんが推してるからだと思います。ああそうなんだ。うんあの高市さんはね私からするとまあ2009年の参活法っていう法律を作った彼女は立役者なんですけれども。うん あれでね日本の半導体壊滅的なダメージ食らってるわけなの専門家ですからねなので、まあ、半導体産業の人たちからするとあの彼女はです、ね、こに対する恨みは忘れられないっていうのがあるのでまあ私からするとものすごいネガティブなイメージがあるんですよね。でそれがが彼女が日本の,その、ね LP、だという 日本のメモリ企業をこう実質的に彼らの技術を台湾に流しちちゃゃうううっっってていうよような立て付けを作っちゃったんですよね国がお金をあげる代わりに製造は台湾に移管しなさいでエルピーダのメモリ技術を台湾に移管して台湾で製造して偽物エルピーダチップがいっぱいメモリがいっぱい市場に出て。うん 価格が暴落して、LP ピーだ、倒産、倒産したんですよ。うそういう、あの、台湾が儲かること。っていうことばかりを、彼女はやって、そのバックに。まあ、ちょっと金美齢さんがいるっていう、この構図は。すごいね、これ。<laughs> これ、これ、割合知られてること。えー、えー、っと、半導体業界では。 みんな知ってるんじゃないのかなって思います。<ー>年を取ってる人は<ー>でやっぱ金美玲さんもねあのね2008年に,に日本人に帰化されてるんですよね。うん、で台湾独立運動家としてその台湾を愛してると言いながらですね台湾人からいきなり日本人に帰化した時のあの時の事件ってねあの民進党の、えー、元党首の陳水扁からあのお金を こう送られていてでマネロンのお金がこう台湾の銀行から海外に流れていたとその口座の一つが金美麗さんだったっていう報道が台湾でで出たんですよね、はあ、でその後に金美麗さんがあの日本に帰化されてるんでなんかやっぱりあの関係があったのかなっていうね。うなるほど まあ、事実かかかどどうか分かんないけそこはね事実関係は分からないですけれども時系列的にはまあね政党からお金をもらっていたっていうねことは報道されていた、うん、っていうことはあります。まあ、でも結果的にその日米半導体協会もそうだし、うんうん、え結局だから、まあ、LP だとか、まあね、NEC から派生してね、まあ、あの辺みんな国策でやっていたのに、うんはい、結局ダメになって、まあ、この間だからねまだ報道なってないシャ,シャープだって、はい、結局 そのホンファイにやられるっていうのは全部台湾にやられてしまって,、うんそ,ね、てそっちはまああとは中国にやられちゃうんだけど日本のなんか根幹だったものをけ、うん、まあそれを意図してやったかは別にして、えー、それがあったからこうなっちゃったよねっていうのはもう普通に考えればわかる話じゃ、ね、そうなんです、ね。はい、なんであれあれなのかねウィルと 花田は高市さ産ない産えをあんなに応援するだから <laughs> いやウィル花田はねあの金美玲さんと桜井よしこさんには頭上がらないんですよああそうなんだよね、うん、そうなんだよねそうなんですなのでまあ TSMC 批判なんか絶対許されないんではい、はい、まあ私は TSMC 批判で捕された側なんでね、うん、あれも巨大な台湾利権なんですよなるほどスズケカイロね ほらやっぱりなんかそういうのがあるんですよ。真実はわからないけど、はい、必ずなんかいろいろ思惑は絶対あるんですよ。そうなんですよだから政治,、うん、政治家っていうのはそれがない政治家なんてほぼいないと思えばいいんですよ。だそういう意味で言えば俺は安倍さんっていう人は俺は実は利権に関係ない人だったと思いますよ。ただね うんとまあ、政治のなんていうのかなリアリズムとしてね、はい、うんと誰かと裏で組むとか、はい、そういうことはあったかもしれない、はい、それから企業ともうんと組むというのはあったかもしれないけど自分の金がどうのこうのっていうのは。 もともとにだから聖子さんもそうだしそのまあ総理もそうだけどもう裕福だから別にそんなのいらないんですよそもそも。田中角樹のし上がらなきゃいけないから結局まあ最終的にロッキーでやらないもう金は力なんでもう配る金しなきゃいけなかったけどそうじゃないからそうするとやっぱりまあ尻っていうよりも自分の思いとかそこのこうまあ背骨芯とかっていうのをするためにえまあ 逆に言ったら、裏で手を握ったり、いろんなことはやったと思うけれども。うん、全然、こう、こうポップしようとかっていう、全然、うん、全くない。それはない。うん、ないっ、ね。全くない。まあ、そこはだから。全然違う。まあ、そういう人がやらないと、やっぱり。結局、ね、まあ、もたがさんも言ってたけど、金のためだよってなっちゃうと。こう、本末転倒になるんで。んまあ、そうだよね。だ、はい。たい安倍さんは総理の時に。もたがが、あの、獄中にいる時に。そうそうそう 面会に行くって言った人だからね。俺と損得で止めたんだよ。だけどそういう人だよあの人は。 びっくりだよこっちもに代わりに H さんが来てくださただそうだねだって行ったら大スキャンダルだよそう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 すうそ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 でそう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 でうそ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  行って現役の国会議員が行ったわけだから、もったかに白はついたよね刑務所の中でね。あのあの食食が少し良くなりました。私だけでみんながねみんなが良くなりましたからね。じゃ訴えたんで。ああそうなんですね。後ろの刑務官聞いてたんだろうなこうやってなんかなんか言ってるってまずい臭まずいとかっていろいろ別にあの直接言ったわけじゃないけども。そうそう別に言ったわけじゃない後ろでこうやってなんかいろいろ言われてるみたいな。皆さんいかがでしたか。 総裁選で次なるポスト騎士だとなるのは誰なのか楽しみな方は、高評価を、はたまた、騎士出しが再出馬をするのか気になる方はチャンネル登録をお願いいたします。まず、パーティー券の価格についての議論が興味深いです。10万円のパーティー券に固執する理由として、統一協会などの団体からの資金提供を隠すためだという意見が出されています。この指摘は、 政治資金規制法の改正をめぐる問題が単なる法的な枠組みの変更にとどまらず、特定の団体や個人の利益が深く絡んでいることを示唆しています。このような背景は、政治資金の透明性と公平性を確保するために、厳格な規制と監視が必要であることを強調しています。また、政治家の昇進に関する議論も印象的です。上司にこびるだけでは最終的に成功できないという指摘は、 政治におけるリーダーシップの本質をついています。政治家が国民の声を無視して自己の昇進を図ることの限界を示唆しており、真のリーダーシップは下からの支持と信頼に基づくものであるということを強調しています。この点に関して、特定の政治家が部下や国民の声を無視しているという批判は、政治家の行動の透明性と説明責任の重要性を改めて認識させます。さらに、 特定の政治家に対する個別の評価も多く含まれています。例えば、萩生田光一氏に対する批判は、彼が安倍晋三氏の支持者たちの期待を裏切っているという点に焦点を当てています。この批判は、政治家が自身の信念と支持基盤とのバランスをどのように取るべきかという課題を浮き彫りにしています。また、稲田智美氏に関しては、彼女の LGBT に対する信念が評価されつつも、 その背後にある利害関係についても言及されています。これらの評価は、政治家がどのようにして信念と利益を調整し、行動に移しているかを考える材料となります。一方で、野田聖子氏に対する評価は、彼女が国家観や歴史観を持ち、信念に基づいて行動している点で高く評価されています。特に、弱者に寄り添う姿勢が強調されており、これが彼女の政治的信念の根幹であるとされています。 このような信念に基づく政治家の姿勢は、政治が単なる権力闘争でなく、社会全体の利益を追求するものであるべきという理想を体現しています。また、他の政治家に対する評価や批判も多岐にわたりますが、総じて感じられるのは、政治家がどのようにして自身の信念と利益を調整し、行動に移しているかに対する関心です。政治における信念と利益のバランスがいかに重要であり、 政治家がそのバランスをどのようにとっているかが政治の質に大きく影響することが明確に示されています。全体として、日本の政治における複雑な力学と、政治家の信念や行動がどのように評価され、影響を及ぼしているかを考える重要な視点を提供しています。政治家の行動が社会全体に与える影響を深く理解するためには、このような批判的な視点が不可欠であり、 政治の透明性と説明責任の重要性を再認識する機会となりました。